番町は東京都千代田区の地域内区分の一つで、主に一番町から六番町までの町を指す。番町総図公居より西に位置する領域。南の新宿通り、北の靖国通りに挟まれ、東端は半蔵号から牛米見つけ、西端は JR 東日本中央線が走る旧江戸城の外堀である。明治初期に4番町の大半が富士見町として独立し、 昭和初期の外区改正によって球団が設定されて、番長地域から分立した。山の手の代表的な住宅地の一つであり、安国通り27通り及び麹町通り以外には商店街はほとんど存在せず、都心部における高級住宅街の代表格であった。地域内には歴史ある名門学校が多い。現在は大邸宅はほとんど影を潜め、 広い敷地を利用したマンションとオフィス中心のビル街となっている。二番町にはセブンアイホールディングスとその子会社の本社が位置している。千代田区により60メートルの高さ制限が設けられている。江戸時代の旗本のうち将軍を直接警護する者を大番組と呼び、大番組の住所があったことから番町と呼ばれた。大番組は設立当初。 一番組から六番組まであり、これが現在も名目だけ一番長から六番長に引き継がれている。しかし、江戸時代の大番組の組番号と現在の町目の区画は一致しない。江戸時代の番長の区画は、通りに面して向かい合う二連一体の旗本屋敷の列を基準に設定されたものだからである。概念的に説明すると、江戸城の内堀に面する縦軸の番長として、 千鳥が淵に沿った南北に走る道を基準に1、2番町が置かれた。次に、江戸開封以前からの古道である、東西に走る工事町通りを横軸にし、それに並行する道路を基準に、工事町通り側から北上して、裏、表2番町、裏、表6番町、3番町、表、裏4番町と配置されていた。五番町だけは、新道一番町の南側に続く。 半蔵号に面した地区とされ、面積も狭い。西に連なる麹町通りの北側は、千鳥が淵に連続する水面を埋め立てた谷間の定地を中心にして、元円町とされているが、江戸切絵図によれば、さらに西側の四ツ谷見つけよりまで五番町と表示されているところから、本来の五番町は、麹町通りの町人地の北側に沿って細長く、設定されていたものと考えられる。 また直線上の区画から外れた堀端の三角地帯を土手三番町や土手四番町、堀端一番町などと呼んで、番町の独立した一街区とした。近代以降、番町の区画は何度か改変されている。1873年には旧四番町と三番町の一部を割いて、富士見町が新設され、旧四番町は大きく、面積を減らした。 最も大きな改変は、関東大震災後の復興計画によるもので、1933年には、拡張新設された安国通りに沿って旧段の町名が設定され、旧三番町、旧四番町及び富士見町の一部が分割された。1938年には、全く別の場所に新たに、一番町、四番町、 五番長が設定されるなど、番長の数字順は大きく入れ替わっている。このため近代の文学作品や記録を交渉する時には注意が必要である。例えば、現在の四番長は元中六番長であり、明治大正時代の四番長は九段北四丁目、三丁目の一部であった。また現在の五番長は市ヶ谷駅前にあるが、昔の五番長は、 英国大使館周辺であった。兵を巡らし、樹木が鬱蒼とした中に、人気のない古い旗本屋敷が連なる地域であった。ことから、番長皿屋敷や、吉田五殿番長七不思議などの階段が生まれた。表札もなく、同じような造りの旗本屋敷ばかりが密集しており、住民でさえ地理を認識することが困難であったため、番長の、番長知らずということわざが流布した。 ましてや、外来者には、番長の特定の屋敷を訪ね当てることが容易ではなかったので、幕末になると、四谷見付付近にあった荒物屋の大宮や、現光寺町四丁目南側にあった、江蔵師匠の終わり屋などが、キリーズを出版して、好評を博した。旗本屋敷の熱首が頻繁に入れ替わるため、キリーズは頻繁に改版されているが、風景として面白いところではなかったため、 番長を描いた浮世絵などの絵画作品はほとんど残っていない。番長のほぼ全域が、ひ田神社の宇治国一気にあたる。ありがとうございます。